ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。はい、どうも皆さんこんばんは。本日もミニ四駆超速グランプリを遊んでいきましょう。今回の動画はですね、前半と後半に分けてお届けしようと思います。まず前半に関してはね、超速グランプリの数字の、ご報告ですね。そして後半に関してはガチャ企画となっております。では早速ですね、超速グランプリの数字の方チェックしていきましょう。はい、ポチッとな。こちらシーズン23ウルトラオフロードサーキットですね。現状タイムがですね、20秒833ですね。はい、これね、かなりスピードフルマックスで改造してるんですけどね、それでも9164位なんだよね。いや、皆さんレベル高えなーっていうね、本当印象です。で、前回のねシーズン22の方かな、結果的にタイムね、ちょっと公開しなかったんだけど、はい、こちらになりますね。27秒729ですね。で、今回の超速グランプリも、はっきり言ってタイヤを変えればいいだけだと思うんだよな。で、しかも今回の方が、耐久値もおそらく少なくて済むと思うんだ。で、前回のシーズンだとね、私、耐久不足で、コースアウトをよくしてたんですよ。でも今回の方はないのでね。はい、ではちょっとレース見ていきましょう。現状こんな感じですかね。シーズン23。はい、ここからですね。こんな感じです。で、前回のね、22見てもらうとわかるんですけど、こんな感じ。はい。で、これはもうね、耐久不足ですね。みんなそうですね。はい。で、一番、タイム良かったのがどれだったかな？こちらかな？いよいよレースが始まります。4レーンのスタートですね。シグナルに注目。5台揃ってのレースが始まった。注目の一瞬だ。どうやったら19秒台18秒台目指せるのかね、本当に謎ですね。結局ね、その自分の手持ちのパーツとの勝負になってくるんでね、そこが難しいんだよな。はい、もうサクッとゴールしてるんだけどね、それでも遅いんだよな。20秒833ですね。はい、では続いてね、セッティングの方見ていきましょう。まあ見てもね、正直前回のシーズンとほぼほぼ変わらないのでね、あまり面白くないんだけれども、私の場合はですね、ボディマンタレイ持ってますので、とりあえずマンタレイ装着しております。で、改造項目としてはね、はい、こちら、限界軽量化2つと軽量化。エアロダウンフォース減少がなんで入ってるんだ？マジか。まあ、という感じですね。はい。で、あと1項目改造してないので、まあ、ここも軽量化入れる感じかな。スピード 45.5。 はい、まあちょろっと伸びしろはまだあるって感じですかね。そしてモータレブチューン超速ギアで、ボディに関してはタイプ3シャーシですね。で、タイプ3は全部ギア負荷関係かな。そうですね、そうですね。で、あとちょろっとで全部50になるって感じですかね。で、限界軽量化2つは入れた方がいいかなと思いますね。で、やっぱり重さ 18.6 はちょっと重いね。はい。なので、まあそこら辺もパーツがもっとあったらね、ちょっと今後改善していこうかなと思います。そして次ですね、ホイール関係ですね。はい、ショーケナローワンウェイを装着しております。改造項目としてはこんな感じですね。スピードロス。はい。と、1つだけパワーロス。2つパワーロスか。そうだな。スピードロスと、パワーロスを入れてる感じですかね。はい。改造項目もまだ中途半端ですね。そしてタイヤですね。こちらはもうパワーフルマックスですね。はい。こんな感じですね。タイヤ摩擦フルマックスです。はい。こんな感じですね。そして後輪の方のホイールですね。
ここら辺がね、どうなのかな、ちょっと失敗してるんじゃないかなと個人的には感じてます。パワーロスをですね5つ入れてるんです。で、1つだけスピードロスなんですよね。どうなのかな、よくわかんないんだよな正直ね。はい、リアタイヤですね、こんな感じでとりあえずスピード盛りにしております。はい、で1つオフロード入れてますけどね、これオフロード入れなくてもいいんじゃないかなと私個人的に感じますね。全部スピード盛りでいいんじゃないかなと思いますね。はい、そしてこちらのサイドガードに関してはスピード盛りですね。で、あと、ローラーに関しては3つともすべてスピード盛りのローラーを装着しております。摩擦抜きのローラーですね、全部入れてますね。当然スタビの方もそうですね、スピード盛りの方を装着しております。なのであとできることがあるとすれば FRP2 段の方をですね装着して、さらにスピード盛りのローラーを装着するって感じですよね。で、ほんと痛いのがね、以前のガチャであったじゃないですか、スラスト角を下げるステやったと思うんですよ。で、あれがねやっぱり欲しいなーって思いますね。ちょっとねガチャ回さなかったんで本当ね、失態だなと思いますね。次来たら必ずね回収していこうとは思います。はい、では最後にねマシン診断の方もチェックしていきましょう。マシン診断久しぶりにしますね。さあどういう感じかな。はい、最高速度 39.40。 まず40もねいかないんですよね。そりゃ遅いわ。40はやっぱりねいかないとダメだな。こんな感じですね。はい、で今回に関して言うとですね、ちょっとこれ保存だけしときましょうか。で今回に関して言うと、このなんて言うんですかね、コーナー安定ですかに関してはもうほぼほぼいらないですね。543で全然コースアウトしませんからね。なのでスピードフルマックスのねセッティングで、全く問題ないんじゃないかなと思いますね。スピードフルマックスの勝負にして、さっきの順位ですからね。いやー、あと9000位とかもう遅すぎますよね。本当に痛いなと思いますね。でもね A パーツが全くないのでね、ちょっとそこら辺を今後課金しなきゃいけないのかって感じですかね。どうしたらいいんだろうな、ちょっとほんとね今困ってますね。はい、という感じでね、まずは前半の動画をお届けしました。続いてですね後半の動画をお届けしていきますんで、そちらの方もねチェックしていただけたら大変嬉しいです。そんじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ。